いだ泳いだ、気持ちよかったね、団長。張り切りすぎちまったのか、体が重いです。泳ぐのって体の普段使わないところを使うのか、不思議な疲れ方しますよね。よし、ククル姉ちゃんがマッサージしてあげよう。ククル姉ちゃんくすぐったいです。ほれほれ、団長もマッサージしちゃうぞ。だいぶ汗をかいただろうし、水分を取った方がいいな。みんな注文するものは決まった？店員さんを呼ぼうか。くっ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 、ジュースが体に染みるね。本当だな、喉が渇いてる時ってますますうまく感じるぜ。確かに動いた後とか、炉の前で作業した後とか、あと泣いちまった後とか。そういえばクムユはもう海を見て泣いたりはしないんだな。あら、そんなことがあったの？面目ね、あんまりでかいんでびっくりしちまって。あの時のクムユはまだこんなちっちゃかったもんね。とはいえ、私だってあの時は初めて見た海にすっごく驚いてたんだけどね。海って広くて大きくて、初めてだとびっくりしちゃいますよね。今思うとさすがに泣いちまったのはちょっと恥ずかしいです。あん時はククル姉ちゃんがずっと手をつないでてくれたですよね。ククル姉ちゃん、海に入って遊びたかったはずなのに。ふっふん、なんたって姉ちゃんはクム坊の姉ちゃんだからね。それくらい当然だ。三人の昔話を聞くとちょっと羨ましくなっちゃう。そうですね、私も例えばカタリナやあなたがお姉ちゃんだったら、どんな風に小さい頃を過ごしてたかなって想像しちゃいます。こいつが小さい頃、カタリナの姉さんが一緒にいたら台所がカオスになってただろうな。もう B さんたら。台所といえば、おかみさんにキノコ料理を習ったことがあって。それにしてもこうして遊びに来られてよかったね。ほら、海の水が全部引いちゃう事件があったでしょ。あれは本当びっくりしたですね。アウギュステの人たちも驚いただろうな。長引かなくて何よりだよ。本当にね、私もさすがに聞いた時は耳を疑ったもの。でもね、実は事件はそれだけじゃないんだよ。え？他にも何かありやがったですか、ククル姉ちゃん。海の水が引いたってことは、今まで海水に隠されてたものが初めて人の目に触れたってことなんだ。それは確かに、海底があらわになったんだものな。そうそう、それでね、ここからちょいと行った先の岬で水が引いた時に沈没艇が見つかったんだよ。沈没艇？え？もしかして気空艇が海に落っこちちゃってたってことですか？そうなんだよ。それも聞いて驚け。なんとその船、白空戦争時代の気空艇なんだって。ほぼ完全な形で残ってるなんて貴重な資料なんだよ。そんなに古い気空艇が海の底で形を保っていたの？それそれ、孫さん鋭い。普
通に考えたら沈没した後に海水に浸食されて原型なんてとどめてないはずだよね。ところがその沈没でそっくりそのまま船としての形を残してるんだ。どうなっているガンデ。浸食を防ぐために何か特殊な加工が施されているのかな。そうなんだよね。アウギュステの海を行く船も魔術的な加工を施してたりするし、でもそれだってこんなに長期間形を保てる技術じゃないはずなんだ。ですよね。何にせよ道具は定期的にメンテナンスが必要ですし、その時に魔術も張り替えるもんですし、長い期間保つようにすればするほど魔術は複雑で繊細なものになる。その繊細さがネックになって結局保たせる期間にはおのずと限界ができてしまうものよね。へえ、そんな事情が。ってことはだよ、もしかしたらその沈没艇に使われてる技術ってのは現代では失われちまった特別なものなのかもしれないっていうわけだ。なんだかロマンがありますね。二人ともわかってるな。そう、これはロマンの話なんだよ。海水が戻ってきて沈没艇は元通りに海の底。でもそこには古代の技術が眠ってるかもしれない。はあ、調べてみたいなーってなるよね。そんなこと言ってると本当に調査の依頼が舞い込んできたりしてな。ありえない話ではないかもしれないな。実際に調べるとなればそれなりに人手も必要になってくるだろうし。団長の気空団はアウギュステの商工会とも懇意だものね。もしそんな依頼が来たらぜひ私に手伝わせてね、団長。さて、お次は浜辺で遊ぼっか。綺麗な貝殻とか石とか落っこちてるといいですね。お散歩しながら探してみましょうか。お土産になりそうな貝殻や石、私も探してみるわね。わーい、ソーンさんが手伝ってくれたら100人力です。おーい、団長、ククル、クムユ、シルバーも、こっちだこっち。いたいた、ダンおじさん。すまねえな、みんな休みの最中だってのに呼び出しちまってよ。ダンおじさんこそ、はるばるアウギュステまでお疲れ様。ダンおじさんの頼みならお安い御用だぜ。アウギュステでのお仕事なら帰ってちょうどよかったですよね。おう、そう言ってもらえるとちょっと気が楽になるな。ところでダンおじさん、合金工房からの依頼というのは。おう、それがな、みんな沈没艇の話は聞いてっかな。ああ、それちょうどこの間住職人の姉ちゃんから聞いたやつか。確か悪空戦争時代のものらしき気空艇が海の底に沈んでるのが見つかったって。そうそう、それそれ。海水に浸食されたりしてる様子がないってんで話題になってた沈没艇だよね。ああ、悪空戦争の頃かそれより前の失われちまった技術が使われてるかもしれないって船だ。まさか、ダンおじさん。そのまさかなんだな。組合の方でどういう技術なのかかなり話題になってな。そんでもってアウギュステの商工会も
沈没艇の調査にかなり乗り切ってことで一緒に調べることになったんだ。なるほど。商工会とも組合とも団長は付き合いがあるから。そうそう、依頼を持っていくのも話を通すのもやりやすいってことで今回依頼を持ってきたってわけだ。海底調査のノウハウなんかは商工会の方が融通してくれるんで、悪いけど手伝ってもらえねえかな。はあ、助かるぜ団長。商工会の人とやり取りするだけでおじさん神経使うからさ。団長たちが一緒だとほんと心強いんだ。団おじさん、お仕事大変だね。まあな。でも実際に調査するとなりゃ危ないこともあるだろう。おじさんはそっちの方面はさっぱりだから、やりとりとか調整くらいはな。頑張るわ。なんか団おじさん前より頼もしくなったな。そうかもしれないわね。それにしても沈没艇の調査、嘘から出た誠になったね。確かにな、冗談で言ってたのにな。それだけ話題に上がるような仕事が回ってくるようになったということだな。団長の気空団の名が上がった証拠だ。団員として私も誇らしいよ。その信頼に応えなくっちゃね。燃えてきた。沈没艇の調査、私に手伝わせてね団長。デカめの気空艇だもんだから全体を引き上げるのはちょっと厳しそうなんだよな。ふむふむ、なら私たちが潜って中を探索って感じだよね。となると何はともあれ内部の見取り図が必要だな。似たタイプの船の設計図は取り寄せられたんで、それを参考にしつつだな。よく手に入ったですね。ガロンゾの方でも白雲戦争時代の気空艇かもってことで興味を持っててな。あっちこっちで噂になってるんだねこの沈没艇。私も人のこと言えないけど、海水でも錆びない金属をお安く作れるようになったら銃にも転用できるだろうし。だよな、方々から探索への出資の申し出があったくらいだし。探索成功させないとだね。やる気湧いてきちゃうな。沈没艇の位置は思ったよりは浅い場所に沈んでいるんだな。遠浅の海なのね。ただ周囲が崖に囲まれているから船で回り込むようにして近づかないと。ふむふむ、結構海流も入り組んでるんだね。潜るときは気をつけなきゃだ。海の底って光が届かなくて真っ暗ですよね。想像するだけで怖いです。沈没艇の中ってお化けが出たりしないですよね。どうもこの船、星の民に露覚されるのを嫌がってわざと自沈させたみたいだから。露覚ってなんだ。武器などを奪われて敵に使われてしまうことかな。敵
に気空手を取られたくなかったってことだな。だな。そんな事情なもんで乗組員は脱出してるだろうし、死んだ人のお化けが出たりはしねえとは思うんだ。でも海の底に住んでるお化けなんかは、そういう奴らにドーンと対処しちまえるのが気空師ってことで依頼を受けてるからな。じゃあやっぱりお化け嫌がるんですかね。それは行ってみないとわからないな。とはいえそう大人数で海の底に行くわけにもいかないわよね。装備が足りないんじゃ。おっと、それそれ、海の底に潜るための魔術札ってのを商工会から預かってるんだ。お札、便利なもんがあるんだな。昔は入れ墨とかで直接体に術式を書き込まないとダメだったらしいんだけどな。今回は水中で呼吸ができるようになるお札と水圧に耐えられるようになるお札を組み合わせて使う形だ。耐圧の方のお札は暗い海底でも物が見えるように補助してくれるんだとか。わあ、すっごい術式がびっしりだ。かなり繊細な魔術ね。お札に傷が入らないように注意した方がいいわ。なら魔物と出くわした時に傷をつけないように立ち回らないとな。ただでさえ水の中だし、魔物に会ったら逃げるが勝ちかもしれないね。それじゃあまずは団長と私でお札を貼って泳いでみよっか。どうも、沈没艇がこれまで見つからなかった理由ってのがこの辺りの海流のせいらしいんだな。なるほど、海流が入り組んでて人が泳ぐような場所でもないから見つからなかったってことなんだ。そうそう、この間の海水が引く事件の後ちょっと海流が変わったなんて話もあるし。単にまっすぐ泳いでいくだけだと流されてしまって沈没艇までたどり着けないかもしれないな。結局一度泳いで行ってみるしかないかしらね。だね。もし一回でたどり着けなくても海流の調査にはなるんだし。ちょっと怖いというか心配ですね。大丈夫ですか？ククル姉ちゃん、団長さん。どうした、クム坊、そんな心配そうな顔して。やっぱり海の中って何があるかわからないですし、ちょっと作ってみたものがあるです。水に触れると発火する特殊な火薬で作った連絡用の発煙筒です。もし海流で遠くへ流されちまったりしたら使ってほしいですよ。ありがとう、クム坊。こいつがあればどこにいても
孫さんに見つけてもらえるもんね。はい、防水の袋に入れてあるですから持って行ってください。発煙筒の光はかなり明るいってクムユちゃんに聞いたから私が見逃すこともないと思うわ。ただ発煙筒も海中で点火した場合、深度によってはソーンの目でも明かりを捉えきれない可能性がある。連絡がほとんど取れないわけだから、団長もククルもくれぐれも気をつけて。危ないと思ったらすぐ引き返してきてくれな。うん、無理はしないようにするね。それじゃあみんな行ってきます。ああ、気をつけてな。団長、ずいぶん長いこと気を失ってたんだよ。魔物も私たちも海流に流されて、それで魔物はどっかに泳いでいっちゃって、流れが緩やかになったあたりで洞窟に行き当たったから、とりあえず隠れてみたんだ。ここは空気が溜まってるみたい。地上に通じてる穴がどこかにあるんだと思うけど。ごめん、私をかばってくれた時に団長の呼吸のお札は剥がれちゃったんだ。私のお札で緊急用の魔術を使ってこの洞窟まで来たんだけど、二人分の呼吸で負荷がかかって、それで私の分の呼吸のお札もダメになっちゃって、水圧の方のお札は二人とも大丈夫なんだけど、呼吸ができないと船まで泳ぐのはもちろん、そもそも海面まで出るのだって厳しいよね。水中で発煙筒を使ってもソーンさんの目なら見つけてくれるかもしれないけど、そもそもその発煙筒が、とりあえず空気の流れを追って出口がないか探してみようね。きっと帰れるよ団長。面目ない、流されてる時に足をひねっちまったみたいで。大丈夫、歩けないほどじゃ。ありがとう団長、助かるよ。さあ、帰り道を探そう。空気の流れは、おお、こっちは行き止まりか。
他の場所で地上につながってたりするのかもしれないけど、空気の流れは、これ岩壁に走ってるヒビから空気が入ってきてるのかな。だとしたら、もっと調べないと確かなことは言えないよね。結構長い距離を流されちゃったから、みんなも私たちの居場所を見つけるのちょっと厳しいよね。クム坊の発煙筒も流されちゃったし、きっと大丈夫だよ。今までいろんなピンチを一緒に乗り越えてきたもんね。私一人だったらダメかもだけど、団長が一緒なんだし。きっとちょっと休めば何かいい方法が思いつくよ、きっと。無理なんて。ごめん、ちょっとしてるかも。いつもはさ、結構どんな時でもお姉ちゃんできるんだけど、団長だって怖いのに、私だけ弱虫になってちゃダメだよね。ごめん。うん、そうだね。ちょっとだけお姉ちゃんじゃなくなるけど許してくれる？ごめんね団長、私が沈没艇探索やりたいって騒いじゃったから。みんなも心配してるよね。クム坊もルリアも泣いちゃうかも。みんなには笑っててほしいから、元気で船に戻らなきゃね団長。よし、落ち込むのはおしまい。ありがとう団長、甘えさせてくれて。本当、一人ぼっちじゃなくて団長が一緒でよかった。さて、それじゃあ少し休めたし、洞窟に何があるかもうちょっと調べてみよっか。確かその中に発煙筒入れてたよね。やった、もしかしたらこれで。私はここで待ってる方がいいかな。この足じゃ足手まといになっちゃうもんね。団長にだけ危険なこと任せちゃってごめんね。そうだね、君は私たちの団長さんだもんね。気をつけて行ってきてね。私ここで待ってるから。どうだソン、明かりは見えるかい？待ってね、見つけた、発煙筒の明かりよ。よっしゃ、すぐ迎えに行こうぜ。二人とも無事でいてください。
に帰ってきてくれてよかったです、ココロ姉ちゃん。団長も怪我はないかい？気分が悪いとか。え、ココロさんが足に怪我を？大変です、急いでお医者さんに見てもらわねえと。あ、いや、ちょっとひねったって感じだから、そこまでひどくは。甘く見たらダメだ、一旦浜に帰って病院に行こうな。沈没艇は逃げないもの、そうしましょう。うん、面目ない。沈没艇の真上からはかなり流されちまったよな。何があったんだ？それがね、聞いてたよりもかなり勢いの強い海流があって。軽い切り傷と打撲が何箇所か、か。よかったです。見えないところに大きな怪我とかなくて。ククルの足が一番重い怪我だな。それでも骨折ではなくて、捻挫で済んで運が良かった。うん、みんなに心配かけちまって、ごめんね。まさか海流が変わってるとはな。先にいろいろ調べるべきだったんだ。おじさんの判断ミスで、すまね。そうだな。まずは二人が巻き込まれちまった海流を調べないと始まらないかな。沈没艇のそばを通っているみたいだから、うまく流れに乗るか、別の方向から沈没艇に向かうかしないとね。そうなると、海流についての専門家をアウギュステの商工会に派遣してもらうのがいいかな。今までの資料が役に立たねえんじゃ、オイラたちの手には負えねえもんな。もともと、本腰入れた調査の先駆けって立ち位置ではあったんだ。これが分かっただけで儲けもんだよ。おじさん、ちょっくら商工会と話してくるわ。団長とククルはゆっくりしてろな。私たちは団おじさんについていった方がいいかな。そうね、聞く団側の人もいた方がいいでしょうし。二人ともしっかり休んでくださいね。あいよー。あー、でもこの怪我じゃ次の探索にはついていけないよね。沈没って探索してみたかったなー。どんな技術が？おー、ククル姉ちゃんのすっとこどっこい。怪我や病気はバッチリ治して健康元気に仕事するっていつもお母ちゃんが言ってるですよ。クム坊の言う通りです。クムヤは団おじさんの手伝いでついてくですけど、ククル姉ちゃん無理して動いたらダメですからね。ごめんごめん、ちゃんと休むって。本当の本当ですよ。うん、本当の本当。ごめんねクム坊、怖い思いさせたね。聞くしならこんくらいとってことないですよ。それじゃあ行ってくるよ、二人とも後で。うん、行ってらっしゃい。みんなよろしくね。はい、任せておいてください。遠慮なく息が吸えるってこんなに気持ちいいんだね。
団長、ちゃんと息してる。気絶した団長を抱えて泳いでた時さ、もし心臓が止まっちゃってたらって怖くて。本当、生きててよかった。お互いね。キクウシが危ない家業なのは分かってるつもりだったけど、それでも今回は怖かったな。でも同時に前人未到の新しい場所や技術に触れられるのもキクウシの特権だしね。いいことと悪いことは紙一重なんだって胸に刻みつつ、これからも一緒に気功師のお仕事頑張ろうね。団長が一緒なら私怖いことも乗り越えられちゃうんだって分かったよ。一人きりだったらどこかで諦めちゃってたかも。いいことと悪いことは神、いいことと悪いことは団長からしたら団員の命だって肩に乗ってるんだもんね。怖くないなんて言えないよね。だからさ、きつい時はククル姉ちゃんにドーンと甘えちゃっていいんだよ。今回はむしろククル姉ちゃんが甘えさせてもらっちゃったけど、いつもは団長が甘えられるくらいちゃんとお姉ちゃんでいるからさ。団長、お互い心臓動いてるね。生きてるね。これからも団長が元気でやっていけるように、私ももっと強くて賢くてどーんと頼れるお姉ちゃんになるからね。だからこれからもよろしくね、団長。